嘘でしょ。あ、みんなごめん、新しい方だよ。みんなみんなわかんないかもしれないけどさ、新しい方だよ。大いなとり新しい方って言って、新しい方になってから何年経ってるのか計算してみないか。みんなドラえもん、あ、どっちかって言うと伸びた。やばい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 、嫌だという意思を見せないと負ける。あー、そうでしょ、絶対勝ったと思ったんだけど今。すいません、大きい声出しちゃった。嘘でしょ、そんなに。後でアーカイブ見た時にびっくりするほど似てないなって自分で思うからやめといた方がいいんで。え、やばい、なんさ、ごめん、声真似のさ、なんで声真似の評価をさ、評価はみんなの評価が気になるあまりさ、コメントを見てさ、掴まれてることにさ、気づかなかった。気づかなかった。え？本当？本当？ねえ。本当に似てない？本当に、これは色、名取さなという色メガネを外して評価をしてもらえませんか？実際マジできてない。嘘でしょ、え、本気で言ってんの。え、ドラえもんの声聞いたことあんの、あんたたち。モノマネで名前言うな。マジ？え、また声優変わったって。マジか。そうなんだ。あ、僕たちは水、みんな。あ、僕たちは水だよ。僕たちは水。自信があるからやってるんだが。俺はドラえもんのものまねに自信があるんだが。お前たちはどうだ。似てないっつってんだ。えちゃんさん、じゃあさ、じゃあさ、あ、ツイッターからの応援コメントを本日読ませていただきます。え、真面目にガチでドラえもんの声まで似てなくて草も生えない。これ以上やると炎上するぞ。冗談きつい。マジ？みんなサナチャンネルだから許されてるんだぞ。嘘コラボでは絶対やるなよって。オッケーオッケー。ゴールしたいんだが。みんな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 出てくんな。それ何の真似って。え、わかんない。もう一回やろうかな。一連の流れもう一回やっちゃったな。なんだか好評なようですので。